非常に精度は高いです。デルウィンド、デプタンパーそれほどダメージ入っていません。ショックボルト、ああ王国落とさらず武器取られる、武器を1本取ることも可能な状況。まずは相手の余裕を待ちますね。そうですね、カバーが出てくる可能性があるので。わーおらー、2人目しかも位置も映ってブリッジした、ヘタだ、全て落ち込んでいく味方がカバー、トラップに気づかれた。ホール抜けからの A、 残ってるのはマッチキ、これ取る、武器はマーシャル、これ取るだけ粘れるか、マジ。いやー刺さった、チェックされた、デップがプレッシャーをかける、うまい、もうお前に逃げ場はないぞ、マンチキ、いや、こじ開ける、カセルのカバーが間に合います。ラスが3人目、これ取ったな、ラズマジか。ラウンド目、苦しくなったのはクレイジャラ君、勝負するか。おお、ラズ4人抜いた、 This is ラズ、結果的にはスリフティ、そしてラズの4人抜き。マジですげえよな、キャリア、こんなな、あー、接近させません、ポポ、危ない、ポポ、場所は分かっている、シューガーズの2人目、さあ、ネスマンチキン囲まれていますが、マンチキンがなんとか鉄砲返しました。すごい位置だな、ゾーン3です、ポジションが強いですね、1人押さえて、ゾーン2、ここですね、ネスを押さえて、残ったらマンチキン、素晴らしいランデブ、さあ、ワンオーツ、3人目、バレてる、あ、分かってる、うめぇ、4人抜き、マンチン、抜いて、ここは違う、ネスがいい位置いる、ネスがただ裏を取ってるので絶対に前に行きづらいところ、しっかり武器の差を見せていきました。デップシュガーゼロ、キルが並びワンオースリー、残ったのはアセルです。空爆したね、ただこれは解除は止まらないか、一人は倒せますが解除遅延、2回目、クラウドもたかれている、ハーフまでもいけないか、ハーフいった、いった、ここで2位だ、ただちょっと時間怪しいぞ、ギリギリだ、止めるだけ、押さえたら最後はクローが守った、クローにお任せ、ブネクレイジーラック、うますぎ、やっとしましたね、ゲストさん、そうですね、なんとかという、はい、てかバイパ強すぎ、ただこれ今の状況ですぐにまとまってどこか攻めると武器拾われる可能性もあるので、おうまい、おデップがまず1人、おおデップ、右中央でキャリア、デップ、デーそれが神の子の力、いるよそこにはラズベルが、ポイントを見てどのように、あとはまあショーティーだけど、あーなるほど、ショーティー、あめにまつかないぞ、ハンターが出せない、片道切符、どうは勝負出るか、うまい、避けた、ラズ、お二人でいった、マジかよ、しかし二人は抑えた、避けて2発で押されまってた、起こしに行くのはアステル、本当に250円、さあ起こした、天がマンチキン押さえて、残り時間は25秒、できてないぞ、さらにシュガーゼロがポポカチを抑えた、クレジラ君進行できません、残り18秒、場所を変えたシュガーゼロだ、一瞬手の位置も見えたか、残り12秒、時間がない、ショックボールドが来た、すげえ、まだ終わりません、ほらね、粘るゼータディビジョン、真っ最から差しにくい、ここは1人、ここはしっかり見えたか、マジか、素晴らしい、ショーティーで飛び込むんです、そこを抑えたのは10です、2対2、どうだ、スモークの起点、名誉を抑えてのワンオツ、残ったのはマンチキンです、会場には入られてる、ハーフを超えてる、ハーフを超えてる、あっ、えっ、待って待って待って、ワンオワン、うわぁ、すげぇ、またマンチキン、ザクラッチマンチだ、いやもうザマンチキン、ザマンチキンか、かなりサイトなんか渋滞起きてますね、そうですね、ポポカチメイがフラッシュを食らっていました、正面からステルが謎を抑えます、うわメイ君うめぇ今の、残ったのは取り返しシュガーゼロ、正面ワンオツ、お父さん、位置はバレています、それでも強気にピークに行く、タルト赤い、アロンポット赤い動きタルト82、スターは2つ、おロックダウンの準備できてる、リスペクトウルト、完全に使うか、アステルリスペクトウルト来る、行く、リスペクトウルト来た、それと同時に出たシュガーゼロ、リスペクトウルト来たって、これはどうなるか、ナノスワームもあります、ここは一旦引くしかありません、ハーフいけないですね、ハーフまでいければというところでした、ロックダウンは終了、高速がゼロ、スパイクライスも読んでいく、次元のナノスワーム赤い、ハーフいった、あクラッチなるか、どうだ、何この読み合い、再び解除、どうだ、どうだ、望むシュガーゼロ、やった、ここだ、3人抜きクラッチ、面白い、
シュガゼの上見たのやばいってあれ。ゼータを救いました。偉すぎる。相手へのリスペクトも感じられる戦い方が。ね、マジでリスペクトお互いありすぎた。もうお互い上手いって分かってるからこその無駄のない動き、ね、動きプレー警戒も上手いって分かってるからよ。もう俺は応募回収。下水道か側からオールドローン。スモークで隠れてるんでナノサームが見えません、はい、バレてないはず。今の銃声バレたか。さらにはコズミックディバイド。クレジラ君少し進むのが難しい状況ですが一旦下がります、うん。何が起きてるの今。すごい勝負になった、ね、すごい勝負になってましたね。最終的にはデップオペレーターでした。トレーサーいなかったよ。あのコズミックディバイドがギリギリ高かれたおかげで、はい、デップえぐない。 A のデップえぐない。長い時間マジで生き残ることができてました。ラズシュガーゼロが C サイトを守る。メイク強。お互いワンワンのトレード。ラズはバレていない。結構 C を避けれてないんだ今の。横からメイクロー。早勝ちとカバー早いですね。ツオンツメイク。おついにデップも C サイドに入っていた。コボ勝ちの勝負。ナノスワーム、ワンダー。おお、ダブルキル。強すぎ。アステルのナノスワームの上をワンダック勝負。それグレ避けないで撃つ。見事な取り返しでした。設置もさせません。おブリンク温存で入れた。アビリティ今回フルで残してるんで、はい、でここで設置することによってローリングサンダーがありますね。さあパラノイアを返したのでおそらく早めのローリングサンダーだ。取り返しになります。ローリングサンダー早く面切った。この早めに聞いたことがどう構成するか。挟みに行ったゼータディビジョン。クロウのローリングサンダー無駄にしません。仕掛けるのに仕掛けていた。さらにフラッシュ。ここはメイン4人抜き。ワンブイツーシュガーゼロは裏を取っている。シーカを放ちました。1対1シュガーゼロの位置は分かっている。あメイとシュガーゼロのワンワンだ。うん。プレッシャーかける。一発マン接近。一発マン。ダンスがない。ダンスがない。グラビティエール少人数戦は任せてくれ。これがシュガーゼロだ。うめえ武藤さん。武藤さん好きだね。あ駆け引きが。えこれ30秒切りました。30秒。 A ロング走り B 展開はないんじゃね。避難してロックダウンが終わるのを待ちます。展開にもあり得るのでこれはネス下がるしかないか。そうですね。ネスは今のさっきのロックダウン相手の動きを見て C サイトに行きました。残り10秒。A 音鳴った。 A 確定。フラッシュの音を聞いて設置音を聞いてアステルが A の確定という話をします。この情報を出しました。うわー壊されない限りは相手のポジション限定してるんですよ。そうですね。右のラインはないと、あのヘブン下がないですよね、まず。そうですね、うん、ヘブン下下水道のラインがないというのは分かっています。サイト裏もしくはロング相手のスモークをうまく利用して転打。これまずい。これはうわ取りまくる。取るんだわやっぱり。勝利者のゼータディビジョン。スリフティなんだわ。なんと最後のラウンドはゼータのハンドがマジ強い。勝利を収めました。本当にありました、ね、もういいじゃんこれで。本当にありましたね。ランデブで戻る。さあちょっと早めではあります。先ほどは早いテンポで A 深めに入っていきます。リコンボルトつけられて壁抜きをもらいました。そうですね、設置できてませんよね。位置を変える。先にバイパースピッターする。ショックボルトが飛んでくる。設置はまだできていません。ただ設置音は立ったんですけど、これネスコのままじゃ設置できないですね。すごい入ってくんの。めっちゃ入ってくるやん。データスパイクも落ちた。アステルが飛び込んでいく。シュガーゼロを抑えました。3対3人数が少ないので。うわーうめえマンチ。上をデッポーザー。下はギャーうまい。マチキは2人目。残ったのはラズ。ワンオースリーヘッドハンターに持ち替えて。うまっ。見えた姿。ええバイパースピッターが降りるかというところ。マチキがすぐさまカバー。トリプルキル。クレイジラ君お倒した。おおおおプル B ラッシュじゃない。ただ B からの B 展開を抑えてるんですよね。でもそこにはラズネル。えらい。えらすぎる。いいショルダー。えらすぎる。素晴らしい対応です。ちゃんとケアできてた。ただ天があえて A サイドを詰めている。強気に攻めた。体力5。何が当たった。かなり削った。旗付きよりね。これか。武器が1個あるから。素晴らしい。ネスを抑えた。いやうめえぜーた。ポポカチを抑えた。もうどっちもレベル高い。マンチがすごい今。まっさに B サイドに入ったこのマンチキン。うわ、強い。抑えたな、クロー。縁の下の力持ち、やはりクローだった。2on4。
さあブロック、うん、着地ここ狙ったあと点さすがにきついか残ったらアステルワンオフォー持ってるなシェリフ毒の壁よまず1人ハーフまで行かれていますおっとあんま削られてはいません位置はバレているちょっと前切れない落ち着いて最後までヘッドショットでアステルを抑えてゼータディビジョンが7本目を食ですゼータの A はちょっと静かだなゼータの A めっちゃ繊細わめっちゃゆっくりあまり入らないようなポジションにあえてメイン入ってますからね激しくないゼータの A 正しく追加されたゆっくりじわじわ殺していくタイプうわ何それマチキン仕留めたかったんですが天が抑えますこれはメインイベントで見せた設置したんですけどですねポーポー勝ちのショックボルトのショックボルト本当にうまいですねガチですさあ後ろから構えにいたシュガーゼロがうめえシュガーゼロがそのシュガーゼロを抑えましたポポトレードが続いてのワンオツ残ったらデップうまいってチョックダッツ45アステルヘッドショット楽勝というセルとともにクラッチですどうしても A のリテイクが難しいこともあって A が見つかってますがおーラックが刺さるここラズが落としますか名誉うんよければ避けましたねさあ天はリザレクションを使って今4対4ですミットの毛アステル見ていいナイパオラン不思議な立ち回りですよ毒の壁よおっとすれ違ってるすれ違ってるお互い見てないシュガーゼロやばいこれ地に悪影響を及ぼすかですか無糖の位置えぐいこれはシュガーゼロ有利かなそうですねただシュガーゼロも視点が見てないですよねミッドいないっていう話になってると思うんですけどそう雪だるま行かない雪だるまでもこの足元これは無理シュガーゼロにとってかなり有利に働きますねそうですねキッチンカバーいるよっていう話そこは無理じゃないかスローで中入っていってあーここネスを抑えたのはシュガーゼロ3対4うわー無糖の立ち回りしかもそこでバイパーズミットさあ12対5マッチポイント追い込まれたらクレジラ君2オン4ですシュガーゼロ無糖が残ったのはボボ勝ち背中をいや入るしかないいやギリギリ見えてない立ち回りウィングずっと歩いてる死神ややっと殺せたワンオスリー行くしかありませんリコンボルトリコンボルトも帰ってくるいや強すぎるセチ矢が倍で帰ってきますうわ甘えないなーうめーゼータグッドゲームゼータディビジョンマップ2対1といや終わりこれ取り切りましたピオスリThank you.